ちは、野菜の日チャンネルです。ナスが美味しい季節ですね。今日はナスとミートソース、ホワイトソースを重ねてチーズを乗せて焼くラザニア風のグラタンをご紹介します。柔らかいナスとソースのバランスが最高で、ナスが苦手な方にも美味しく食べていただけると思います。最後までぜひご覧ください。材料はこちらです。ナスのヘタを切り取って5ミリの厚さに切り揃えます。今日は長ナスを使っていますので、食べやすいように斜めに切っていきます。ナスの種類はどんなものでも大丈夫ですので、手に入りやすいナスを使ってくださいね。切り終わったら水にくぐらせて、すぐにザルにあげて水気を切っておきます。フライパンに油を入れて、強めの中火でナスの両面を焼きます。ナスに水分が残っていると油が跳ねるので、キッチンペーパーなどでよく拭き取ってください。中まで柔らかくならなくていいので、表面に薄く焼き色がつくまで焼きます。強めの火加減でさっと焼いていただくのがいいと思います。焼き終わったらフライパンから取り出して何度かに分けて焼きます。ニンニクと玉ねぎはみじん切りにします。ニンニクの根の方を3ミリほど残して、包丁の先端で切り込みを入れます。もう片方の面にも少し切り込みを入れて、先端の方から細かく切ると1回でみじん切りになります。玉ねぎは根の方を1センチくらい残して切り込みを入れます。玉ねぎの丸みに沿うように包丁の先端で放射状に切り込みを入れます。この状態で切っていくと1回でみじん切りにすることができます。残った部分にも切り込みを入れて細かく切ります。ナスがこんがり焼けました。それではミートソースを作ります。ナスを取り出したフライパンに油を入れて中火にかけ、ニンニクと玉ねぎを炒めます。少し透き通ってきたら、ひき肉と塩コショウを加えて炒めます。肉の色が全部変わったら、ウスターソースとケチャップを加えて混ぜます。1分くらい煮詰めて火を止めます。ホワイトソースを作ります。鍋に小麦粉を入れて、牛乳を少しずつ加えて混ぜます。牛乳を一気に入れてしまうと小麦粉の塊ができて混ざらなくなってしまうので、少しずつ混ぜながら加えてください。よく混ざったら強めの中火にかけます。鍋底から混ぜながら焦がさないように加熱をしていきます。沸騰したら火を弱めて1分間混ぜながらとろみをつけていきます。火を止めてバターと塩コショウを加えてよく混ぜたら、ホワイトソースの完成です。
耐熱容器の底にナスを隙間なく敷き詰めます。次にミートソース、ホワイトソースの順に重ねていきます。ナス、ミートソース、ホワイトソースを3回繰り返し重ねます。最後にチーズを乗せて200度のオーブンで15分から20分焼き色を見ながら焼きます。いい焼き色になったら取り出します。グツグツしていて美味しそうです。チーズがこんがり焦げていい焼き色に焼けました。オーブンで焼いている間にナスがとろけるほど柔らかくなっています。全部がとろとろに焼けて熱々を頬張ると最高に美味しいですよ。焼く前の状態で冷蔵庫に入れておけば3日間保存可能です。アレンジとしてナスをじゃがいもや固めのトマトなどに変えていただいても美味しいです。ナスがたくさん食べられてボリュームがありますので、おもてなしの一品にもおすすめです。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。